日8時30分から丸山球場にて全国高等学校野球選手権南北海道大会の第1回戦が行われ、我らが国際情報が勝利を果たしました。私たち吹奏楽部も球場で一丸となって応援しました。なんと9対0で7回コールド勝ち。灼熱の太陽の下、大変盛り上がる試合となりました。第2回戦は7月20日に行われます。次回はどんな熱い試合になるのでしょうか。皆さん必見です。以上、野球速報でした。とっても嬉しいニュースが聞けちゃいましたね。さて、本日はここ恵庭市での公演となっていますが、恵庭出身の部員もいるんですよ。2年クラリネット福井野乃香と、1年パーカッション小芝結菜と、1年トランペット渋谷優希。お花はスズランだそうです。スズランの花言葉は純粋、優しさ、再び訪れる幸せなどがあります。3人にぴったりなお花ですよね。